シュテファン・ストヤノビッチ・モクラーニャッツは、セルビアの作曲家。教育者として、多くの演奏家を育て、セルビアにおける演奏技術の向上に貢献するとともに、セルビアの民族音楽の収集と発展に努め、セルビアの音楽学の基礎を築いた。また、多くの聖教会の聖歌を作曲してもいる。1856年、ネゴティンに生まれる。 彼の両親の生誕地から、二番目の生、モクラーニャッツを名乗るようになる。ベオグラードのギムナジウムを卒業すると、ベオグラード高等学校の自然科学、数学科に入学した。1879年にミュンヘンに行き、そこで、ヨーゼフ・ラインベルガーに指示して、音楽を学ぶ。その後少ししてからローマでパリッツォティに指示して、勉学を続けた。 1884年にセルビアに戻り、ベオグラードのコルネリー・エスタンコビッチ合唱団の指揮者を短期間務めた。1885年から1887年までドイツのライプツヒで音楽を学ぶ。1887年にセルビアに帰国し、ベオグラード合唱団の指揮者となった。1887年から1900年にかけて、 ベオグラードのギムナジウムで音楽を教え、1901年には、ボゴソロビアに移り、そこで成果を教えた。1899年には、スタニスラブ・ビニチュキと、ツベトコ・マノイロビッチと共に、セルビアで、初めての独立した、音楽学校である、セルビア音楽学校をベオグラードに設立した。モクラーニャッツは、以後営民するまで、学校の監督に当たった。現在、 この学校は彼の名が冠されている。モクラーニャッツは書かれざる民謡につき多くの寄付を行った。1914年、シュテファン・モクラーニャッツはマケドニアのスコピエで英民した。58歳。毎年彼の生まれたネゴティンでは彼の栄誉を記念してマクロン・ハシビー・ダニーに音楽祭が開かれる。ネゴティンにはモクラーニャッツの博物館もある。 また、2006年現在の50セルビアディナール紙幣には、バイオリンがそばにあしらわれたモクラーニャッツの肖像が使用されている。数々の民謡の寄付や、編曲のほか、正教会成果を多数作曲している。ありがとうございます。